神社仏閣のお祭りや地域のイベント、福祉施設の慰問演奏など幅広く活動しています。海外公演も多数。本年は3月にベトナムのホーチミンでの日本文化紹介イベントに参加してきました。ベトナムのサイゴン大学と日本語学校の学生たちと文化交流をしました。今日は和太鼓とホラガイと篠笛と三味線です。残念ですが、甲冑姿の武将は来れませんでした。今頃岩崎城で見舞しているでしょう。でも本日は民謡踊りが変わります。郡上川崎花笠音頭、最後に炭鉱節をやります。会場の皆さん、ぜひ一緒に踊りましょう。また太鼓コミュニケーションというコール&レスポンスの参加型コーナーもありますので楽しんでください。でまた本日の踊りは郡上踊り愛称の皆さんです。ベトナムのご縁でつながったそうです。それではよろしくお願いいたします。はい、Thank you.
太鼓の音響きましたでしょうか。次の曲は、はい、楽という、楽しいと書いて楽という、本当に楽しくなるような曲です。皆様の近くにも何か出てくるかもしれないので、楽しみにしていただけたらと思います。ではよろしいでしょうか。Thank you.
Thank you.
私がちょっと順番を間違えるのでちゃんと間を取ってあったんですけども、川崎から花笠さん運動を踊っていただくのにちょっと持ち帰っていかなければいけない、はい、準備できた、あ、もうできました。じゃあ次、花笠さん運動でお願いします。
皆さん踊ってください。立って踊ってね。知らないでも昔ね、地域の祭りでね、やってましたね。いきまーす。ありがとうございました。つわもの祭でした。今日一日楽しんでてください。